リ425、164号機列車フェリを牽引するリ425、164号機ベルン、レッチュベルク新プロン鉄道リ425系電気、機関車は、スイスの大手の私鉄であったベルン・レッチュベルク、新プロン鉄道が導入し、現在ではその後ろ身である BLS AG 及び BLS カーゴで使用されている電気機関車である。アルプスコイルートの一つであるレッチュベルクルートを要するベルン・レッチュベルク新プロン鉄道では、旧型のウエスティングハウス式クイル駆動の I6、8型と I4、4型、I8、8型を主力機関車として使用していたが、世界初の軽量高性能の全軸駆動機として成功した I4、4型の増備、発展型として製造されたのが本機である。ボボの車軸配置及び高圧タップ切り替え制御とシリコン整流器により高い曲線通過性能と140トン6軸の I6、8型と同等の27パーミルで600トンの列車を牽引可能な最大 334kN の牽引力と高い粘着性能を持つ。性能的には同時期に製造されたスイス連邦鉄道リ420型を超える4軸80トンの強力機である。当初 I4、4通型として試作機2両と量産機3両が製造されたが、その後1968年に台車の変更により最高速度と曲線通過性能を向上させ、リ4、4型と解消して引き続き30両が増備され、現在では UIC 方式の新しい形式名であるリ425型となって、BLS AG 及び BLS の貨物輸送部門である BLS カーゴの所属となっている。なお、車体、機械部分、台車の製造を SLM が電気部分、主電動機の製造を BBC が担当している。各機体の基板と吸盤、SLM 製板、製造年、製造時所属、現所属、機体名は以下の通りリ425、183号機と164号機の10連が貨物列車を牽引リ425、180号機との10連が貨物列車を牽引リ425、185号機の運転台。Etox 装備機は速度計、信号源氏などが液晶ディスプレイに表示される。ありがとうございます。